朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第一委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、新築された平壌スポーツ金工場を現地指導しました。チェ・リョンヘ副委員長をはじめ、朝鮮労働党中央委員会の幹部が同行しました。金正恩元帥はあつらえ向きな場所に工場の用地を見立て、完成予想案の指導し、強力な人民軍の建設チームを派遣しただけでなく、建設が終盤に入った今年1月は工場の名を平壌スポーツ金工場につけました。金正恩元帥は遠隔紹介室を見て、党は偉大な金正恩主席と金正恩総書記の主体的なスポーツ建設思想と意図通り、国のスポーツを発展させるためにスポーツ部門に大きな力を入れている。工場の従業員皆が党のスポーツ強国建設の構想を実現する重要な任務を受け持っているとの誇りと燃える愛国心を持って奮闘しなければならないと述べました。元帥は工場の各所で建設と生産の実態、製品の種類、そしてその質についてつぶさに見聞きしました。そして平壌スポーツ金工場を従業員の労働と生活に便利なよう、生産と教育、生活の各エリアをはっきり区分して建設した。スポーツ選手はもちろん、青少年と勤労者の間で需要の高いいろいろなスポーツ器具を生産する工場の特性に合わせて、現代的な設備が合理的に完備し、生産と経営活動の現代化、情報化を高い水準で実現した結果、従前より各種スポーツ器具をもっと多く生産できるようになった。工場で製品の質を保証するばかりか、国際的基準に合うスポーツ器具を生産するために厳格な品質管理システムを構築した。生産を始めたばかりなのに、製品倉庫がサッカー、バレーボール、バスケットボールのボールでいっぱいだが、本当に見ものだと明るく微笑みました。元帥は党のスポーツ強国建設の構想を実現する上で、平壌スポーツ器具工場に決まっている任務が重要だとし、スポーツ器具の種類を増やすことに力を入れること、ペソンさんブランドの工場の製品の質を世界レベルに引き上げるために引き続き奮闘すること、従業員のスキルアップと原料資材の国産化比重を高めることに深い関心を向けること、経営戦略をよく立てて生産を正常化し拡大発展させることなど、工場の課題を示しました。そして平壌スポーツ器具工場に来て本当に気分が良く、全てが気に入り、スポーツ強国建設のために大きなことをした、自慢の種がまた一つ増えたと喜びに満ちて述べました。元帥は党の導きのもと、国中にスポーツ重視の気風が確立し、スポーツ熱気がかつてなく高まっており、スポーツ選手の中で立派な競技成果が収められている今、世界レベルのスポーツ器具を生産し保証するのはとても重要なことだ。現代的な平壌スポーツ器具工場の建設により、自力で作った良質のスポーツ器具をスポーツ選手と人民に持たせるようになった。専門スポーツ部門を発展させ、スポーツの大衆化、生活化の実現に切実に必要なスポーツ器具を、何としても我々の力と技術、資材で作って利用しなければならないと述べました。そして軍人建設者が平壌スポーツ器具工場を隅々まで完璧に建設したと高く評価し、竣工についての指示を与えました。金正恩元帥は関係部門と工場の従業員が共和国を一日も早くスポーツ強国に作るための戦いで栄誉の重き任務を全うするものとの期待を表しました。1日、敬愛する金正恩元帥にエジプトアラブ共和国アブドル・ファタハ・サイード・シシ大統領から祝電が送られました。祝電は、金正恩元帥が高い信頼の中、朝鮮労働党委員長に選出されたことに心からの祝願を送ることを嬉しく思うと述べ、両国と両国の人民の間の深い関係を高く評価し、この立派な関係をさらに深め、全ての分野で協力を強めるために努力を尽くすことを確認すると述べています。
そして金正恩元帥の活動での大きな成果と友好的な朝鮮人民が自分の願い通りに発展と進歩を成し遂げ、両国間の特別な関係がさらに深まることを心から祈る言葉で締めくくっています。敬愛する金正恩元帥が朝鮮労働党第7回大会で行った中央委員会の活動報告についての研究討論会と解読会が、ナイジェリア父哲学研究会とギニアの自己連合総会社で行われました。1日第18回国内運動法の平壌医療科学討論会の参加者が、マンスデ農家の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に献花し敬意を表しました。1日朝鮮労働党第7回大会の決定を徹底的に実行し、200日間戦闘で誇らしい勝利者になることを誓う平壌市民大会が行われました。パク・ポンジュ・チェ・リョンヘの各同志をはじめ、党と国家の幹部と内閣副総理、勤労者団体、各省中央機関、平壌市内の党と政権機関、工場、企業、共同農場、大学の人々、英雄称号を受けた人、功労者が幹部団につきました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員候補の平壌市党委員会キム・スギル委員長発言で、朝鮮労働党第7回大会で示された課題を徹底的に実行するための党と国家経済武力機関の合同会議では、国家経済発展5カ年戦略達成の突破口を開くための忠誠の200日間戦闘を宣言し、労働党は今、人民軍軍人と人民皆を英雄的な大進軍へと力強く呼びかけている。敬愛する金正恩元帥の卓越した老練な導きのもと、朝鮮の軍人と人民は70日間戦闘で最大の成果、最高の飛躍をもたらして、朝鮮は決心すれば必ず実行するということを世界にそのまま誇り示した。皆が偉大な党の正しい導きに従って第7回党大会の決定を徹底的に実行するために、忠誠の200日間戦闘でまたもや誇らしい勝利者になるために邁進しようと述べました。大会では決意の表明があり、決意の文が採択されました。大会の後、市民パレードがありました。中華人民共和国を訪問中の朝鮮労働党中央委員会政治局委員の朝鮮労働党中央委員会リースヨン副委員長を率いる朝鮮労働党代表団が、1日人民大会堂で中国共産党中央委員会総書記で中華人民共和国主席の習近平中華人民共和国中央軍事委員会主席に会い懇談しました。朝鮮労働党委員長である金正恩元帥からの温かい挨拶と口頭メッセージを、朝鮮労働党代表団団長のリー・スヨン副委員長が習近平総書記に丁重に伝えました。習近平総書記は、金正恩委員長が同志的で友好的な挨拶と口頭メッセージを送ってくれたことをとても嬉しく思うとし、心からの祝福の挨拶を伝えるよう託しました。李副委員長は、朝鮮労働党第7回大会が成功裏に行われたことを通報しました。そして習近平同志を総書記とする中国共産党が中国人民を導いて中国の夢の実現でさらなる成果を収めることを望むと述べました。習近平総書記は、尊敬する金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたことに再三厚い祝賀を送るとし、朝鮮労働党第7回大会が成功裏に行われたことをとても嬉しく思う。朝鮮労働党代表団の中国訪問は、中朝両党の間の戦略的意思疎通の立派な伝統をまたもや示した。金正恩委員長を主犯とする朝鮮労働党の導きのもと、朝鮮人民が朝鮮式の社会主義強国の建設事業でさらなる成果を収めることを心から祈ると述べました。